見えてきたのは白一色、極寒の大地、南極。生命の存在すら難しい過酷な環境。残された手つかずの自然は地球に刻まれた古からのメッセージです。いわく宇宙よりも遠い場所、気候変動の謎を解く答えを探しに観測隊は南極を目指します。今回南極観測隊に同行するのは吉田遥記者です。装備完璧ですか？南極を生き抜くための訓練はおよそ1年前から日本で始まりました。このようにですね、テントの中で野菜を切るところもから始めます。氷の割れ目、クレバスから脱出する訓練では、目指せ小吉。わかんない。これまで事件などを取材してきた吉田記者。南極行けるんですかね。頑張ろう。4年後輩でカメラマンを兼務する神山記者と2人。南極観測隊の同行取材へ出発です。自衛隊の総員起こしという、声で毎朝6時に起こされます。海上自衛隊が運航する南極観測船しらせ。食事は朝昼晩こちらの食堂でいただきます。海上自衛隊の伝統といえば金曜日のカレー。カレーどうですか？美味しいです。うまい。やば。近くに店出してほしい。カレーの店めっちゃうまい。なんだこれ。うま。美味しいです。亀山くんのカレーを見てください。いや、やっぱ男は山盛りで、カレーの日はもう山盛りです、ね。やば。船内には長い行列も。その先には、日本を経って航海7日目、フィリピン周辺に差し掛かります。赤道に近づくとスコールが。海がですね、もうほとんど先が見えないですね。雨と雨雲で。あ、これやばいね。すでに室内の気温 29.7 度ですね。非常に暑いです。暑い？航海21日目、赤道を越えオーストラリアを離れると海の難所が待ち受けます。しらせは今南緯40度を走行中です。この辺りはですね、吠える40度と言われており、波と風がですねかなり激しくなってきています。南極に近づくにつれ波風は激しさを増し、
これはすごい。周囲に偏西風を遮る陸地がなく、海が荒れ狂います。襲う大きな揺れ、就航以来最も傾いたそうです。針が30度を指しています。また揺れ始めました。で、あれですね、ちょっともうさっきから猛烈な眠気と頭痛に襲われ始めています。時に険しく長い航海、しかしその経験をするからこそ出会える光景もあります。目の前に突然現れたのは巨大な橋。船の向こうの陸地はまるで高い壁。夕日も二つに分かれています。どれも幻、蜃気楼です。沈まぬ太陽は空中へと消えていきました。そして夜、しらせ上空一面にオーロラが光っています。緑の光がすごい綺麗です。すごい赤く光ってますね。おお、すげえ。航海36日目。白一色の世界が目の前に。しかし、一つ間違えば氷に閉じ込められる可能性もある危険な海域です。あ、今しらせがですね、海水を撒いています。このように水を撒きながら氷との摩擦をなくしてゆっくりと前進していくそうです。この大きい氷乗り越えられるんでしょうか。分厚い氷に行く手を阻まれるしらせ。氷への体当たりを繰り返すこと500回以上。そして日本を出発して1ヶ月余り、いよいよ昭和基地が見えてきました。日本を出て41日、ついに昭和基地に到着しました。63時の越冬隊の皆さんが出迎えてくださっています。はじめまして、テレビ朝日です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。お願いします。パネル式の家屋が2軒もう出来上がっています。昭和基地は見事に完成。南極の昭和基地は昭和32年の観測開始に合わせて作られました。現在では64棟を抱える一大拠点に変貌。最新の観測設備に加え、より快適で環境に優しい施設となっています。ここを拠点に行われているのは数々の研究。基地の近くではすごいたくさんペンギンがいます。アデリーペンギンかな。すごいたくさんペンギンいますね。ガーガー鳴いてます。
ペンギンの個体数調査も環境の変化を調べる一環。ちなみに1ヶ月経つとヒナは立派に成長します。別のチームは氷の下に住む魚に発信機を装着。謎の多い生態に迫ります。いってらっしゃい。頑張れよお前。頑張れよ。いってらっしゃい。頑張れよ。氷に突き刺さるミサイルのような物体。人が立ち入れない場所に落下させ、氷河の動きなどを観測する装置です。環境の似た火星での応用も目指します。番組が今回注目したのが、温暖化の原因を探る2つの取り組み。初合コン成功でございます。背景には南極の深刻な現状が。その最前線へ向かいました。南極大陸上陸したんですけど、すごいいろんな種類の岩があって、岩場ですね。完全にちょっと非常に歩きづらいです。すいません、息切れしちゃってます。あ、でもすごい綺麗な氷が見えてきました。つららもありますね。わー、すごい大きい。なんか水が流れる音もします。自分で組みます。わー、いただきます。いや、美味しいです。冷たくて。例年夏に沿岸部で溶ける南極の氷河。ところが最近、そのスピードが加速しつつあると国連機関が発表。衝撃が走りました。今地球温暖化って言われてますけど、それがこの前に出てきている氷がどんどん溶けるので、出てきては溶けるで、溶ける方が早いんで、どんどん氷がこう後ろの方に退いていっちゃうんですね。それが今地球温暖化で問題視されています。5000年とか6000年ぐらい前までにそこに氷があって、一気に後退したんじゃないかっていうのが最近の説なんですね。地球温暖化で氷はどのように溶けているのか。今回の目玉プロジェクトの一つが水中ロボットを使った探査です。メカニズムの解明へ。鍵を握るのが棚氷。棚氷とは氷が海に張り出したもの。海水温の上昇で棚氷の底が溶け、氷山の流出も加速していると見られています。その実態解明を最新ロボットに託します。昭和基地からおよそ10キロの湾内に停泊中のしらせ。投入準備、これゴー。南極の氷の海へ、いよいよ投入です。作動確認しばらくお待ちください、はい、作動確認実施する。はい、はい、じゃあ切り離しお願いします。
極寒の海で果たして無事動くのでしょうか。水平制御かけて。いいね。到達の模様です。旋回を開始しました。うん、いいね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 。初航行成功でございます。おーおめでとうございます。水中で音波を発しながら海面の氷などを捉えている様子が見て取れます。今後も海底の地形や水温、塩分などの調査を続け、氷が溶ける原因の解明を目指します。海の中で南極の今を探るプロジェクトが進む一方、内陸では南極の過去を探るプロジェクトが始まっています。観測隊と向かうのは昭和基地から100キロ先。GPS を頼りにルート上を進んでいくんですけれども、景色が全然変わらないので道なき道を走っているという感じがします。雪上車に寝泊まりしながら走ること2日。うわすごい、ようやく着きました。 H128 です。何にもない。見渡す限りの雪原。この場所で行われている調査が地中に眠るアイスコアと呼ばれる氷の柱の掘削です。南極の氷の大地は降った雪が圧縮され時代ごとに積み重なっています。中には火山灰などの微粒子も。アイスコアを調べることで過去の気温や温室効果ガスの濃度などを正確に復元できるんです。いわば地球環境のタイムカプセルです。今回は20メーターぐらいで、だいたい江戸時代の中期から現在までの気候復元ができる資料を採取しようと思ってます。2007年には昭和基地から1000キロ離れたドーム富士基地で深さ3000メートル以上を掘削。72万年前のアイスコアの採取に成功しました。復元された過去の気温からは10万年ほどの周期で現在よりも 2,3 度温暖な時期があったことが判明。地球温暖化を探る重要なデータとなっています。今回はその72万年を大きく上回る100万年前のアイスコア掘削を目指すプロジェクトが本格的にスタートしました。およそ100万年ぐらい前に気候の変動の周期、その周期性と振幅が大きく変わった時代があるんですね。でその時代にちょっと届きたい。でその時代の二酸化炭素の濃度だとか、あるいは南極の温度とか、そういうものを調べることが気候変動が自然にどう変わってきたのかっていうのを調べる、大きな手がかりになるはずなので、はい。その大きな手がかりがね、南極にさまざまなデータが埋まってるわけなんですけれども、ここからはですね、南極で取材を続けています吉田ディレクターと中継を結びます。吉田さん、そこは基地の中ですか？
はい、ここはですね、隊員およそ30人が暮らす管理棟と呼ばれる建物になります。つい先日越冬交代と呼ばれる基地の引き継ぎが行われたばかりでして、このように新たに1年を過ごす隊員の方たちの食料などが積まれています。そしてこちらにはですね、過去の隊員の皆さんの名前が刻まれているんですね。長い廊下を進んでいきますと、こちら南極の巨大な魚ライヨダマシと呼ばれる魚の魚卓が飾ってあります。こちらもですね、歴代の隊員の皆さんがこの昭和基地周辺で実際に釣った魚なんです。そして奥を進んでいきますと、こちらがですね、隊員の皆さんの憩いの場所、娯楽室になります。ここはですね、バーにもなっていて、週に数回バーが開かれるんですね。なので隊員の皆さん、ここで会話やお酒を楽しんだりしているんです。そして今日はですね、VTR にもありました過去の南極の環境を知ることができるものを用意しました。こちらルンドボークスヘッタ氷河と呼ばれるところから取ってきた氷なんですけれども、こちらに水を注いでみるとどうなるんでしょうか。ちょっと音に注目してみてください。はい、では注いでみます。最初になんかどうでしょうか、聞こえたでしょうか。プツって言ったような炭酸みたいな音がちょっとしたかな、最初。そうなんですよ、この、はい、この氷にはですね、過去の空気が含まれていまして、水を注ぐとその、空気が弾ける音が聞こえるんですよね。その大気の成分を分析することによって、過去の南極の気候を推定することができるんです。なるほど。吉田さんも南極取材あとわずかになりましたけれども、率直に今の気持ちどうですか。そうですね、本当に毎日があっという間で、人生で初めてという経験の連続でした。なのでちょっと今離れるのが寂しいです。寂しい。吉田さんたちと一緒にみんな帰るわけじゃなくて、もちろん残る人たち、どういう形になってるんですか。そうですね、私たちと共に夏を過ごした夏隊員と、前次隊にあたる63次の越冬隊およそ100人はこのあと順次しらせに乗り込んで、来月下旬にも日本に帰国する予定です。そして残された28人の越冬隊はこの基地の維持そして管理に当たります。太田さん、はい、なんか気になることあると思いますが。そうですね、吉田さん初めてのご経験でお疲れ様でした。温暖化をですね、皮膚感覚でお感じになることってありましたか、取材中に。はい、正直ですね、温暖化を肌で感じるというのはなかなか難しかったですね。というのも南極とは言っても夏は日射で氷が溶けることもあります。ただその氷が溶けるスピードが温暖化によって加速するのかどうか、人間活動が影響するのかどうかというところは、この一夏の研究じゃわからないんだなというのも思いました。なので、この人間活動の影響が少ない南極で長く観測を続けることが必要なんだと思います。吉田さん、南極の滞在はあと何時間ですか。はい、あと15時間でこちらの昭和基地を去らなければいけないので、最後楽しみたいと思います。はい、残りわずかですが、気をつけて取材してください。はい、以上南極からでした。テレビ朝日夜のニュース番組をスマホでも TVer で生配信しています。